ロックウールの繊維ロックウールあるいは顔面とは、玄武岩、鉄路スラグなどに石灰などを混合し、高温で溶解し生成される人造鉱物繊維である。建築物などの断熱材やバイ置として広く用いられるほか、吸音材としても用いられている。耐火性にも優れていることから、アスベストの代替材として広く使われるようになった。 主成分は二酸化ケイ素と酸化カルシウムで、炭線 e は3から10マイクロメートル。成形されたロックウールビニールに包まれたロックウール吹き付け用と成形品がある。また成形品には、思考を容易にするためにビニール袋に包んだ製品も多い。摂氏700度まで形状を維持できるだけの耐熱性能があり、400度までのグラスウールよりも、 性能が良いがビニール袋やバインダーとして使用される接着剤のために火炎によって黒炎を発生する点はグラスウールと同様である。水に対してはグラスウールよりも非常に良好で発水性があり吸湿性が低い。グラスウールにはないアルカリに対する対薬品性がある。価格はグラスウールよりわずかに高価となる。吸音剤としては グラスウールより低い周波数までよく吸音し、特に 400Hz 以上では大きな吸音性がある。媒地用に形成されたロックウール原料のスラグや岩石を1500から1600度の電気炉で溶解し、溶融物を遠心力で吹き飛ばして空気中で固化させて製造する。要は、面菓子の製法と同じである。形成する場合は、バインダー、発水剤として、 フェノール、マイナスホルムアルデヒド樹脂を添加して、形を整えて出荷される。日本では主にスラグを原料とした、スラグウールが生産されているが、繊維性を向上させるために原料に、天然岩石も添加されるのが普通である。ロックウールおよびロックウール製品は、人造鉱物繊維であるので、労働安全衛生法第57条の2の発行の対象物質である。 ロックウールは、グラスウールと同様に、製造時に、重量の最大4.5%程度のフェノール樹脂と、その類似物を使用する。したがって175度以上に加熱すると、フェノール樹脂等の熱分解性生成物が発生する。ロックウール工業界で390度の条件下で、実験を行った結果、アセトン、フェノール N、N、N ジメチルホルムアミド等が微量発生することが、 報告されている。火災時や高温部分での使用には注意が必要とされている。ただし、常温の製品から有利されるホルムアルデヒドは微量であり建築基準を満たすものとなっている。国際眼研究機関は2001年にロックウールを発眼性を分類できないに分類した。これによって日本やアメリカでも発眼性なしという取り扱いになった。一方、 以下のような見解もある。廃棄物として発生したロックウールは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく、ガラス屑、コンクリート屑お及び陶磁器屑に該当し、産業廃棄物として適切に処理することが必要で、埋め立て等によって処分される。ありがとうございます。